いただきます。 あれない。あ、こっちでした。あった、あった本物が。あ、しかも2個同時。やっぱり寒河江のさくらんぼは美味しいですね。うん、寒河江市では実は、はい、ハウス栽培のさくらんぼの出荷がすでに始まっているんですね。ということで楽しみなシーズンがやってきますよ。来ますね。ということで今日私は寒河江市の道の駅チェリーランド寒河江にお邪魔しています。というのもここの売店がココチェリーという名前にリニューアルしてオープンしたんですね、うん、いやご覧のようにずらーっと県産商品が並んでますよ。そして正面見てください、はい、ずらーっとさくらんぼカラーの商品が並んでいます。一色ですね。もちろんここでしか食べられないものもあるんですね。ここでしか。まずこちらさくらんぼの卵とあります。実はこれ岩手の特産のカモメの卵にさくらんぼチョコレートをまぶしたものなんですね。こちらいただきます。はい、うん、あ、うん、あ、おいしい。あの普通のこうカモメの卵よりも結構こうフルーティー、酸味も程よくあって、あ、僕これ好きですね。さくらんぼしっかり出てます、ね、他にもあります。はい、出てます。はい、そして、まあ、もちろんお菓子もそうなんですけれども、うん、こちらにはさくらんぼの綿飴、綿飴、それだけではありません。さくらんぼうどんもあるんですよ。うどん、まだまだユニークなのは並んでいるものだけではありません、はい、ご覧ください。ドドーンと、これさくらんぼの木ですか。天井にさくらんぼがなってますよ。いやもうもう並んでいる商品から内装まですごくユニークなこのココチェリーについてチェリーランド寒河江の今野さんにお話をお伺いします。今野さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。リニューアルしてだいぶ開放的になりましたね。はい、全面バリアフリーですので小さいお子様からご高齢の方、車椅子をご利用の方も快適にお買い物を楽しめる空間になりました、うん、確かにこう陳列が低いので子供でも見つけやすいですし、大人だったらもう奥の方まで見られますよね。確かに。そして気になるのがこのこちら大きな木の下にあるこれは飲み物ですかね。こちら何ですか。はい、こちらはココチェリーのタンブラーをご購入していただいた方の特典としてさくらんぼ水をサービスしております。さくらんぼ水、はい、望月さんもいかがですか。いいですか。ありがとうございます。いや、おしゃれですよね。いただきます。さくらんぼ水、うわー、あ、色がある。え、どこまでいっていいですか。どうぞ、グッと一歩。うーん、あ、結構なみなみ決まりました。なみなみいただきます。はい、うん、しっとりいただきます。おいしい。あ、こう皆さんがこう想像しているようなこうフルーツのフレーバーのついた水よりもかなりこう味がギュッと詰まってます。鮮やかな色してますよね。色も濃いですね。そして飲みやすいので、はい、いくらでも飲めそうです。たくさんなみなみついて正解でした。ちなみにこちらっていうのはいつまで、はい、こちらは10月31日までのサービスになっておりますので、桜もご購入の際などにご利用いただければと思います。これ期間中だったらまだ飲めるんですか。何度も毎日1杯ずつ、ご利用できます。これは皆さん来ないと損ですよ、うん、そして他にも美味しそうなものたくさん並んでいますけど、今野さんおすすめのものありますか、はい、チェリーランドといえばジェラートです。 あちらにご用意してますので、どうぞ。いい、ね、お願いします。あ、向こう側に見えました。どんなジェラートあるんだろう。ただちょっと歩いただけでもこう道中にこのようにずらっともう所狭しとさくらんぼの商品が並んでいるんですよね。さすがチェリーランド寒河江、ココチェリーですね。そしてこちらには30種類ほどでしょうか、たくさんのジェラート並んでいます。すごいすごいすごい。いや、美味しそう。そしてこちらに準備していただいたんですけれど、すごい、今野さん、こちらは何ですか。はい、さくらんぼの卵という人気のお菓子がそのまま混ざっているジェラートです。さっきのココチェリーだけでしか食べられないジェラートになってます。あ、さっきのお菓子が入っているんですね。いただきま す, す。あ、砕かれてるのか。おお、食感を感じる。へえ、こうジェラートにないパリパリとした食感で甘みも加わっているのでコクがあるように感じますね。そしてもう一つありますよ。あ、こちらも鮮やか、ね、こちら何ですか。はい、こちらは新しいフレーバーのミントでパチパチです。その名の通り
りミント味で口の中でパキパキします。わ、たくさんいただきます。うん、おいしい、うん、食感が楽しいです、うん、本当に。パチ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 、あ、聞こえますか？パチパチ言ってますね。パチ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 、聞こえませんよね。結構このキャンディですね。これが弾けるんですね。パチパチ言ってるんですよ、かなりなってます。あの、子供たちは本当にこの食感楽しめると思いますし、大人たちもたくさん食べて、まず美味しいので味わってみてほしいです。いや、本当にちょっとこの短い時間の中で紹介しきれないものがたくさんあるような、本当に魅力たっぷりの道の駅、ここチェリーでした。それでは今野さん、最後に視聴者の方々にメッセージをお願いします。はい、全面バリアフリーでお子様、ご高齢の方にもお買い物できるような施設になっております。ゴールデンウィーク、そして毎年待望の桜もの季節がやってきます。ぜひ新しく生まれ変わったここチェリーで桜もの魅力を感じてもらいたいです。ここから全部食べて帰りたいと思います。それではここチェリーからお伝えしました。